勝での勝ち上がり、この一番に特別勝判をかけていきます。完全優勝なるか、今節動き警戒、5番相沢が1番山形、直付けから逆転を狙っていきます。逃げ一本の4番天貝は後方待機、連日気合の先行、自分の競争で2着と粘りを見せております。その4番天貝には7番橋本、予選はこの天貝マークからかわし1勝。ここも予選の再現での優勝を狙います。7番橋本。最後尾2番群馬の加藤高弘が折り合って、4番天貝ラインがライン3車と長くなります。青番第3周回バックを通過、道中半ばを過ぎました。3番、8番、9番、6番、そして1番、5番。ライン2車ずつも、後方から逃げ1本、4番天貝はライン3車。その天貝を制するように1番山形が突っ張り先行、堂々の横綱相撲で特別勝判を目指していきそうです。前で受けた3番坂田はどう出るか、突っ張り先行があるんでしょうか。3番1番、まずは1番車山形が叩きましたが、間髪入れず4番7番、一気にまくり込んでいく。1番山形は突っ張りません。まくり3番手をキープしていくが、今度は9番車北村がまくり上げて4番車天貝に襲いかかりました。9番北村が叩いて逃げ体勢も、天貝が今度は番手にはまる力で3番坂田がまくり込んでいく。番手発進は4番車、4番3番掛け合いとなり、8番1番追っての競争となります。4番先頭から3番そして8番、1番5番追い比べ。ここは1番車山形絶体絶命のピンチとなった。抜け出した3番車、3番1番4番か。